UQ コミュニケーションズは C-TEC JAPAN 2010において下り最大 330Mbps の高速モバイル通信 WiMAX2 の世界初となる動態デモンストレーションを公開しました。 WiMAX2 は2010年末に IEEE WiMAX フォーラムでの規格標準化を完了し、2011年末に WiMAX2 機器認証プログラムの開始を予定しており、製品リリースおよびサービスインは2012年以降となります。今回の構成ですけれども、 WiMAX2 の基地局と端末と、あと先端設備の ASL ゲートウェイというのがコアの設備になっております。その1台の端末に複数の PC を接続してまして、そちらでリアルタイムで同時に動画を伝送してまして、その時のスループットでデモを行っています。でデモの内容としましては 3D の映像1本と、まず16個の VOD 同時に、まあ合計17本ですね、同時に伝送してまして、その時の下りのスループットで330メガを実現しているデモ構成になっています。 WiMAX2 は固定光ファイバー回線に匹敵するほどのスピードを実現する超高速大容量通信の他にも、伝送遅延のさらなる短縮、時速350キロでの高速移動大容量通信、従来の WiMAX との互換性を維持し、サービス当初から広いエリアで利用できるといった特徴があります。WiMAX2 で、UQ として、目指していることなんですけれども、そのワイヤレスのインターネット化ということで、ユーザーさんが、ストレスを全く感じない、ネットワークを意識しないというような世界ということを目指しております。UQ としましては、今2012年ですね、目標に、この WiMAX2 の実証実験を進めてまして、そこを目標に検討を進めているところです。